皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。まあ今年もこの季節がやってまいりました。はい、こちら特待犬ということで、特待犬の1年ぶりの活動でございます。というわけで今日は、1年ぶりにザリガニを釣りにやってまいりました。ここはですね、去年も来たところなんですけど、北塩原村の某所ですね。でやっぱりここはあのザリガニ釣りのスポットとなっていることもありまして、誰かしらいいかなと思ったんですけど、まあ土曜日ですけど特にザリガニを釣ってる方はいらっしゃいません。はい、で去年来た時よりなんかちょっと雰囲気が違うなって思うのは、まああのちょっと時間がちょっと早いせいなのか、ちょっとね、木陰がちょっと広く広がってて、まあ、去年はもうちょっとねこう日が当たってる感じがしてたんですけど、まあ、去年は確か10時くらい10時半くらいに着いて、11時から釣り始めたんで、まあ、ちょっと太陽の角度が違うのかなっていう気はするんですけど、まあちょっと今こう心地よい木陰に車を止めてますけども、で肝心のザリガニがいるかどうかなんですけど、まあ、内田ザリガニなんですけどもね、ちょっとちらっと見て回ったところ、ちょっとですね、前の日に雨降ったんですかね、ちょっと水が濁ってて、池とか沢がちょっと濁ってて見づらいところはあるんですけど、ちらほらザリガニがいるみたいなんで、まああの一応夜行性ですからね、なのでこう石の陰とかにこう餌を垂らして、見れば多分釣られて出てくるんじゃないかなと思うんで、まあちょっとね、様子を見ながら釣っていきたいと思います。まあ何分、今日は30度を超える予想が出てますんで、まあ熱中症だけには注意してやっていきたいと思います。はい、これがですね去年、午前の部に1匹だけ、内田ザリガニに釣れた池なんですけど、まあ見ての通りですね、ちょっとこれね濁ってますよね。去年はもっと透明度が高かったような気はするんですけど、ちょっとですね濁ってるので池の中の方は濁って見づらいですけど、まあ、岸の方はある程度透明なんで、まあ、この辺に餌を入れてやれば釣られて出てくるのかなと思いますけどね。はい、でこちらが池と道路挟んで反対側の沢になるんですけど、まあ、こっちはある程度こう見通せるんですが、あんまりザリガニは見当たらないですね。ちっちゃいのが何匹かいるみたいなんですけど、はい、でこちらが最初の池から数十メートル離れたところにあるもう一つの池なんですけど、やっぱこっちもちょっと濁ってまして中がちょっと見づらいんですけど、さっきちらって見た時はまあそんなに大きくないですけど中サイズくらいの、内田ザリガニがいたので、まあ一応釣れるのかなと思います。はい、はい、というわけで今日の釣りの仕掛けですけど、まあ、基本的に去年と一緒で、まあ、古い釣り竿とあのペン型の釣り竿ですね、どっちかまあ使ってみて使いやすい方を使ってやっていきたいと思うんですけど、餌はこれですね、チンゲイカ、これを先っちょにつけて、匂いを出しておびき出す作戦です。ではやっていきましょう。ちっちゃいのですけど、
ゲットしました。いいですね。はい、内田ダリガニさん1匹目ゲットでございます。はい、というわけで今午前11時を回ったところなんですけど、とりあえず午前の部これまでにしようかなと思って、戻ってきました。はい、で午前の部の釣果なんですけど、はい、じゃがじゃんと結構入ってますね。はい、これ何匹いるかというと、まあ10匹いると思うんですけど、まあまあのサイズの、内田ザリガニが取れましたね。というわけでこの内田に、茹でて、この場で、食べていきたいと思います。ファイヤー。それでは食材に感謝していただきます。はい、というわけで茹で上がりました。午前の部、数えてみたら11匹いましたね。はい、まあ、大小取り混ぜ11匹ですね。しっかり茹でれば大丈夫なんで、これで、食べていきたいと思うんですけど、とりあえずですね、ただ単に食べるのももったいないんで、肉の入ってないカレーを用意しました。じゃがいもと人参と玉ねぎは入ってますが、肉は入ってません。なんでこれに、ザリガニの身を入れて、ザリガニカレーにして食べてみたいと思います。ではじゃんじゃんザリガニの身をカレーに入れていきたいと思います。ではカレーにザリガニに入れていきます。
というわけでザリガニカレー完成しました。まあ、完成っつってもカレーはできてたんですけどね。まあ一応、身の部分とハサミの部分、11匹分全部入っています。はい、ではいただきます。まあ、ザリガニいたところは一応綺麗な、こん側ではあるんですけど、まあ、若干ちょっとね汚れも入ってるので、まああの本来だったらね、まあ、2、3日泥抜きして、臭みは取るんでしょうけど、まあここのやつはねそんなことしなくてもほぼそのまま取って茹でてそのまま食べられるということなんで、泥臭さはね全然ないです。はい、ただ絶対にこのザリガニは生では食べてはいけません。はい、少なからず寄生虫の危険性があるので絶対に生では食べないでくださいね。はい、ごちそうさまでした。はい、というわけで帰ってまいりました。まあ、あのゴノブもですね、一応13匹ザリガニ釣れまして、まあ、こういう風に入れて、で冷凍して持って帰ってきたんですけど、まあまあ、いいサイズのものから、まあ、ちょっとねこんなちっちゃいやつも釣れたんですけど、まあそんなに大きくはなかったですね、全体的に1日通して。はい、多分あの裏磐梯のそのザリガニ釣り大会は去年は確か中止になっちゃって、まあ、今年も多分やらないのかなと思うんですけど、そういうなんか開催するっていう情報がないんで、でそういう、表立ったこう大会はないんですけど、まあ、あの一般の人も来てるし、まあ、だいぶ最近こうね、取られちゃった後なのかなっていう感じはするんですね。もうちょっとこう大きいやつがいたかとは思うんですけど、やっぱそういうのがいないんで、まあちょっとね、若干こう数が減っちゃってる状態のところに、まあ、自分が行ったのかなと思うんですけど、まあ数はそこそこ取れましたんで、まああの一応ね過食部が少ないザリガニですけど美味しくいただくことができましたね。はい、でまあ今日気温の予報が30度くらいだったんですけど、ただもうそのザリガニ釣るところはこう木陰になってるんで、まあそんなに暑さは感じずに、まあ一日ザリガニを釣ることを楽しむことができましたね。はい、でいざ現地着いてみてちょっとこう最初にこう、下見をしたんですけど、最初の池とまあ2個目の池がやっぱ、まあ、前日に雨降ったかなんかでこう雨水が流れ込んだせいかこう濁っちゃって中が全然見えなかったんですね。なので、最初の池にはまあこうわずかながらいたんですけど、ザリガニがですね、それがちょっと全然釣れないし、そのいそうな場所もちょっと濁っちゃって見えないくて、まあその出だしはね、ちょっと全然釣れなくて、これちょっと大丈夫なのかなって思ってたんですけど、2個目の池に移動した時にはまあ結構ザリガニがいて、まあ、こう釣ったザリガニほぼほぼこれほぼほぼっていうのは全部ですね、全部これあの2個目の池で釣ったものですね。はい、で1個目の池と2個目の池の途中にまあこう水路が流れてて、まあ両こう道路挟んで両側に水路があるわけですけど、その2個目の池に向かって流れていく水路の方にもうまあザリガニがいたにはいたんですけど、まあ一応こう網を使ってですね、すくってみてこうザリガニをこう掴むとこう。ハサミをですね、もう体の後ろ向きにこう
向けてこう挟み込もうというようなこうグイグイってこういうような強いこう動きがあるわけなんですけど、ただその水路に来たザリガニだけはなんかなんていうかもうすでにもうなんか力尽きてるみたいな感じでこう持ってもこうハサミがダラーンとこう垂れちゃうような感じのザリガニで、なんかあまり息が良くなかったんで、まあ一応取りましたけど、まあ一応リリースして、帰りました。はい、あまりこう鮮度が良くないのかなっていう感じがしたので、リリースしてきました。はい、でまあ今回ですね、ほぼほぼまあ取り方としてはこのザリガニに餌をこう挟ませた後で、その挟んだ状態で少しずつこう引っ張ってきて手前に置いた網にこう乗せて、それをこう下からフッとすくい上げてこう取るとという方法をとって、まあほぼほぼ全部ですねこのザリガニを取ってきたんですけど、まあ最初からそうやってればね去年もそんなに苦労しないで取れたんでしょうけど、まあねそれが一番ザリガニ釣りのセオリーかなとは思うんですけど、まあですね、今年はもう7月、まあ、今日7月終わりの日なんですけど、もう1回くらいちょっとね、行ってみたいなと思うんですね。で、去年と今年とは、いわゆるその釣りスポットに行ってたわけなんですけど、まあ、初めて行った3年前の時は、モリモリという、レストランの裏でこう釣ったザリガニをこう煮て、料理してもらえるという、まあ、お店があるんですけど、そこにもう一回ね、ちょっと行ってみたいなっていう気持ちがあるんで、まあ、今年、まあ、行けたらまたちょっと行ってみたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。